こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。8月8日の、ライオンズゲートのソラ・イリスさんと、レオくんの、サウンドジャーニー、ライオンズゲートの、ヒーリングの方、本当にありがとうございました。素晴らしい回でしたね。これからその、ヒーリング内容とか、あとはその、メッセージなどを、メール今してくれてますので、もう少々お待ちくださいませ。本当にこうライオンズゲート、今回の、ライオンズゲートのエネルギーが強すぎて、私は本当にこう、ジンマシンが生まれて初めてのジンマシンが出たんですよね。体調も崩したし、ジンマシンも出ていて、だから体調崩してる方たちもとても多いんじゃないかと思うんですけど、これは本当にエネルギーに自分が反応してるっていうことだから、こういう反応があるときは結構いい感じにこう浄化が入っているって思っていただくといいと思います。で、今日は、シリウスの獅子族ですね。獅子族ライオンズゲートが今開いているので、たくさんの存在たちが結構降りてきてたり、エネルギーが来てるんですけど、ここでの、皆さんへのメッセージを、お伝えしたいと思っています。じゃあ、今獅子族、獅子族のエネルギーを下ろして、皆さんへのメッセージをお伝えしたいと思います。このライオンズゲートの時と今とこれからについて下ろしていきます。皆さんはリラックスして聞いてください。今というこの時に、こうやってつながれることを本当に嬉しく思っています。私たちはいつも、チームというのかな、一人一人とつながっているというよりも、チームのような感じになっていて、皆さんをサポートしている存在になります。シリウスの獅子族に関しては、どんな存在なのか、獅子、見た目としては、ライオンみたいな感じなんですけど、体は人間みたいな感じですね。で、結構その歴史がある存在みたいで、かなりそちらの方のエネルギーがシリウスでの経験がある人っていうのはとても多いし、シリウスの獅子族での経験っていうのかな、そのあたりを経験してる人たちもとても多いっていうこと言ってますね。私もね、あるんですよ。そのあたりのエネルギーとのやっぱりつながりが今回はちょっと強いので、メッセージを今下ろしてます。じゃあ、私たちへのメッセージお願いします。今、この宇宙エネルギーがね、たくさん降りてきてる時に、こうやってつながれることを本当に嬉しく思っています。皆さんが私たちのことを全然知らないかもしれませんけれども、あなたたちは私たちの仲間であり、なんていうの、あなたたちは私たちであり、私たちはあなたであるということを言っています。そして、そのどういう特性があるか、あなたの中に、ある、高次元のエネルギーっていうのかな、この獅子族のエネルギーっていうのの今目覚めが結構起きてきてる人が多いっていうことを言っています。で、特に今はこの期間とこれからっていうところがシリウスのエネルギーが結構強くなってくる、もっともっと強くなってくるみたいですね。ポータル、シリウスのポータルが開いているのと、これから先も結構シリウスのエネルギーっていうのがこの地球にとってのとっても重要なポイントになってくるので、今メッセージを下ろしてるっていう感じみたいです。で、つながりのところで、たくさんの人たちが、つながりがあるから、もともとその潜在的に私たちはこういうシリウスであったり獅子族のつながりを持っているので、なるべくこうつながるようにで利用していくっていうのかな、活用していく、高次元と共同創造していくという意識でいていただくといいでしょうみたいな感じです。で、私たちへのメッセージは、本当にこうなんていうのかな、今という、地球というところにたくさんの存在たちが意識を向けていて、宇宙での、
注目度が結構高いっていうことを言ってるんだと思うんですよね。注目度が高いんだ、うん、ので、そのあたりのところの、重要な人たちが、まあ、地球に降りてきてるような感じですね、うん、なので、特に、そのエネルギーをどんどん使っていくといいっていうことを言ってます。で、あなたたちは、自分が思ってる以上にとてもこう強さがあったりとか、やっぱり大きな存在っていうことを言ってるんですね。最高な存在であり、とても深いこう慈愛に満ちた存在であるっていうことを言っています。愛そのものみたいな、今来るエネルギー、その獅子族のエネルギーっていうのがすっごいね、こうね、慈愛なんですよね。愛がすごい、うん、本当にこう、こんな高次元のエネルギーっていうのはこんなにこう優しい、優しくて強いっていう感じで、広がりがあるっていう感じのエネルギーを今感じてるんですけど、これが本当のあなたたちのエネルギーなんですよ。あなたたちはこういう存在なんですよっていうことを言ってます。で、これからあなたたちは、その地球で今私たちが過ごしているところで、もっと高次元とつながって、いろんなことをやっていくときになっていますから、どんどん私たちとつながってくださいって言っています。でチームになっているから、まあ、一人一人つながるっていうよりも、まあ、シリウスみたいな感じでつながっていけばいいのかな。シリウスの存在とか、こう獅子族とかキャットピープルとか、あとはそんな感じかな、うん、まあ、シリウスのチームとかでもいいと思うんだけど、そういう感じでこうつながっていくと、そのあった自分にあった存在がつながってきますので、そちらの方に強く意識を向けていくようにしていってください。そうすると、潜在的に持っている私たちの、そのシリウスの英知であったり、こう自分自身の潜在的に持っているこう能力が結構開花されてきたりする。そのエネルギーがこう降りてくるのもそうだけど、自分の中のそれがこう開花してきて、もともと高次元とのつながりが強くなっていきますっていう感じで言ってますね。はい、こんな感じかな。で今のこのライオンズゲートの時っていうのは、なぜ今回はこんなに注目されてたんだろうね。ちょっと聞いてみますね。結構その本当に大事なポイントになってたみたいですね、ライオンズゲートが。まあ今もそうですね、大事なポイント、シリウスがやっぱり大事みたいなんですよ。シリウスが、まあ、みんな大事なんですけど、その中でもこのシリウスのエネルギーとか、このなんていう、宇宙エネルギーが多く降り注ぐ時みたいですね。今すごいたくさん降り注いでいるから、やっぱりその肉体に来るんだよね、こういうのって。すごくいろんなのが来ると思うんですけど、これは本当にとってもいいことであり、変化の時ですね、うん。こういう、まあ、節目節目にこういうポータルが開いたり、宇宙エネルギーが開く時のポイントがあるみたいなんですよ。ポイントが、いろんなポイントがあるんだけど、その中でも今年のそのこのライオンズゲートに関しては結構注目度が高いというか、エネルギーの強さがすごいっていうことを言ってたと思うんですね。そうだから本当にもう確実にこう地球っていうのは本当にいい方向に向いているし、たくさんの存在が入っている、本当に高次元になってきてるんだなっていう感じです。でその高次元になってる中でも、シリウスのエネルギーっていうところがこう引っ張っていくというか、私たちの中のシリウスのエネルギー H っていうものの開花っていうのが結構重要ポイントになってきますので、どんどんシリウスとつながってくださいって言ってますね。ものすごくこう有効的な存在であり、とてもこうやっぱり気高いんですよね。気高かったり、こう頭脳明晰、こうコンピューターであったり、シリウスってそうだもんね、コンピューターとか、だから頭脳明晰、すごく、まあ、真面目な感じのイメージとかもあるんだけど、とにかくクリア、高次元エネルギーとしては本当にクリアで、粒子が細かいというか、そういう感じだから、やっぱりこのエネルギーをどんどん地球に下ろせる人たちはどんどん下ろしていくこと、このライオンズゲートが終わった後にも、そのつながりっていうのは持ち続けていくことができる。スターシードの人たちは、これ見てる方たち皆さんスターシードですから、皆さんそのエネルギーを持ち続けることができて、つながり続けることができますので、どんどんつながっていってくださいって言ってます。こんな感じかな。
ヒーリングしてもらおうか。シリウスの、ヒーリング、ライオンズゲートのこのエネルギーを使って、皆さんの、後押しになるようなヒーリングを今じゃあやってもらいますので、リラックスしてください。自分自身の内側にあるハート、心臓の方に意識を向けて、ここのハートの方に意識向けてくださいって言ってますね。私たちはこのハートの方に意識を向けることによって、このハートの、中っていうのかな、その中に、シリウスのこう太陽というか、あの中心の太陽というのかな、それとつながることができますので、内側のハート、太陽とつながってくださいって言ってますね。ヒーリングしていきます。ドラダベティ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 ラティティトゥ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 ラトト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 トラトト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 トゼロ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 すごい、ちょっと感じたことないようなぐらい の, あのものすごいこうなんていうの、明るい光っていうのかな、白っぽい、なんかものすごい軽くて明るい光に包まれた感じですね。いろんな人が来てる。何の心配もすることありません。本当に全ては大いなる存在に導かれていて、本当にいい方向に導かれているたくさんの存在、私たちがついていますので、本当に安心してください。あなたたちは自分の内側に、つながっていること、シリウス、自分の内側にある宇宙とつながっていくこと、自分自身とつながっていくことだけに集中していってください。何の心配もいりませんって言っています。あなたたちは本当に素晴らしい存在で、本当に最高な存在、どれだけあなたたちが愛されているか、私たちがあなたたちのことをどれだけ愛しているか感じてください。すごい気持ちいいな、シリウスのエネルギー。はい、まあこんな感じかな。一人一人が、光の柱であって、私たちの潜在的に持っている、英知がどんどん開いてきて、潜在能力っていうのかな、そういうものを使っていますから、自信持って進んでいただくといいと思います。意図的につながっていくといいって言ってましたから、意図的にシリウスにつながりますとか、あれだね、キャット、なんだったっけ、獅子族か、シリウスの獅子族、獅子族って思うとさ、やっぱすっごくこう
反応する人いると思うんだよね。なんかそのあたりとか懐かしさを感じるかもしれないし、何も感じなくてもそういうエネルギーを楽しんでいくといいと思います。そうするとその自分の知らない自分自身のが出てくるっていうのが、なんでその英知を使い出すんですよね。どんなふうに使うかは分かんないんだけど、人と会った時にその英知を勝手に自分が使い出したりとか してるんですよ。なんかすごい変容が起きたりとかね、相手に。そうなのでやっぱ高次元につながっていくっていうことが本当に大事だと思います。たくさんの人たちはそんなに高次元にやっぱりつながれる人っていうのは結構少ないみたいなんですね。意図的に私たちはやっぱり地球に住んでいますので波動が下がりがちなんですね。なので意図的にこうやって高次元につながっていく、自分私たちの方に意思がありますので、自分が意図的にどこにつながるって、高次元のここにつながるとか意図してそのエネルギーを感じていく、でそのエネルギーを利用していく、つながりを強く持っていくっていうことが今とこれからとっても大切になってきますので、そのようにやってくださいみたいな感じで、はっきりやっぱメッセージ来ますね。面白い。まあそんな感じです。ではでは。